天下さん、はい、今日はちょっと打ち合わせでね、うん、某カフェに来てるんですけども、まあマクドナルドですね。いや、マクドナルドはもうこれしょうがないよ、事実ですよ、ね、ただ聞いてる人には、うん、ルノワールやと思われたい、ね、そういう願望が、そう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 、あ、いいとこで打ち合わせしてる、しかもルノワールの会議室借りてるなみたいなと思われたいけど、この雑音でもルノアル感全くないでしょ。出しましょう、ね、あ、お茶ありがとうございます。今来てくれたんや、係の人が。帰れっていう意味のお茶。ちょっと俺700円のサンドイッチ頼もうかな。値段言うところがせこいわ。ということで、天下さんの、まあ、今日はスカットビー君もね、いるんですけど、もう、ほぼ、ほぼ、レギュラー的な、まあ、レギュラー、まあ、なんていうんですかね、まあ、まあ、本当は2人での、ラジオですけど、そうですね、最近、なんか、ちょっと頻繁に出すぎてて、もうだって、ここ2ヶ月ぐらい、多分出てるっていうことになってますよ。ただ、出てる割にはあんまり喋ってない。そう、まあ、でも、今日はですね、その、まあ、打ち合わせ、もう、思いのほうが早く終わったんで、はあ、ちょっと聞きたいことがお二方にあるんです。何でしょうか。僕は差し押さえされるかもしれないんですけど、昨日僕はこのポストとかにね、よくなんかいろんなしょうもない封筒とか入ってるじゃないですか。DM 的に、まあ、DM とか、なんか、わけわからん。で、まあ、無視してたんですよ。なんか、いろんな、なんかもういっぱいね、いっぱいたまたま捨てようと思って、ほんなら、その中に紛れ込んで、なんか、すごい重要なやつみたいな、そのなんか、ハンコがね、あってね、うん、もうそれこそ戦時中のほんまにこの、検閲のなんか、国がもうなんかこう押したハンコみたいなやつが来たんですよ。もうその明らかに、なんていうんですかね、その大事ですよと、うん、あなたは大事ですよみたいなハンコの形なんですよ。それいつ気づいたんですか。昨日。それで開けたら、僕は住民税、はあ、はあ、引っ越してきてから、なんか最初ちょっと払ってたんやけど、うん、ある時から払ってなくて、でも普通、ね、免除されますよ、払ってない、なかったんですよ。で、っていうかもう忘れてたの、住民税という存在自体を。ね、住んでるにもかかわらず、うん、たまにその住民税の、うん、まあ、請求の紙が入ってる時あんねんけど、うん、まあ別にいいやろ、紙入ってるとか、紙入ってるだけやからね、うん、捨てたらええからね、そんなもん、紙が入ってるもん捨てたらいいから。発想が40歳の人じゃないですよね。本当にまだ俺38ですよ。いやいや、もう手前もいいとこじゃないですか。2年もあるじゃないですか。びっくりするわ、本当に。そんなもん捨てたらええねんからね、入ってるものは捨てるべき。ところが今回初めてこれを捨てられへんというような、もうまあハンコがね、これ捨てたらあかんと思って、なんかちゃんと上げてみたら、まあれなんですよ、差し押さえしますと。で、一応11月猶予を与える、11月16日までにここに書いてある金額を支払えば差し押さえ免れますと。昨日気づいたんですね。で、その日付が昨日何日ですか。11月29ですよね、うん、締め切りが11月16だったんです、うん、終わってますよ。終わってます、うん、で、金額が19万5千円、うん、で、試すぎやん。これすごい、このびっくりしたのは、僕今二つの、二重のびっくりが今来ました。ちょっと前に、つい先日、3日4日ぐらい前に、僕の知り合いの芸人の知り合いが差し押さえされたんです。おうおう、住民税払ってなくて、で、差し押さえされたっていうのでガッハッハって笑ってたよ、俺。ね、まあまあ、ほんでしかもその差し押さえってあれ急にされるわけやんか。で、その俺の知り合いのてか、まあキャプテン渡辺やねんけど、キャプテン渡辺の知り合いが差し押さえされた。その差し押さえされたけど、なんかその明細のやつを社メールで見してもうたら、うん、
それこそ15万か6万口座に振り込まれたんやで、その知り合いの芸人が、うん、振り込まれた日にもうすぐ差し押さえされるのよ。でその時に通帳にこの表記されるんだよな、振り込み十何万みたいな、うん、だけど同じ日にカタカナで差し押さえ十何万ってなって、そのまま全部持っていかれとるわけですよ。はい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 。でそれが一瞬差し押さえっていうカタカナが、うん、差し押さえっていう女の名前みたいになってるんですよ。刺したで身に覚えのないとこからこう金を引き抜かれてるみたいなね。よくよく読むと差し押さえやったっていう話をしてて、ちょっとおもろかったわけですよ。差し押さえてって、差し押さえさんからあの、ね、こうお金を引かれてるみたいな。しかも何やったらそのキャプテンの知り合いのやつは最初16万ぐらいで振り込まれた思ったんやて。あ、逆に逆に間違いない、差し押さえから、差し押さえか ら, 間違いない。からあれと思ったらどうも引かれてるぞって、えで差し押さえて誰やねんって、なんで俺の給料全部持っていきよんねんって、よくよく考えたら漢字に変換したら差し押さえだったね。でもその写メールの差し押さえっていうカタカナ見てちょっとおもろかった。おお、いやでもこれは笑っている場合ではないよ、ね、でこれはいろいろ、で僕はびっくりしたのが、うん、自分にもまさかこういうことをやってくると思わなかったんですけど、今つい先二重のびっくりって言ったのが、うん、僕ドキュメンタリー落語を仮にも1年で60本作った男なんですけど、うん、あの自分のエピソードを喋るのは非常に得意だと思ってたんですけど、うん、この体験談の順番って先にまず差し押さえの話があって、うん、その次に自分もこうなってたっていうのが絶対いいんですよ、順番は。まあ、でも僕いきなりまず自分の差し押さえの話から始めてしまったんで、僕の差し押さえの話のインパクトがもう半分以上減ってるんですよ。いや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 、これね、順番ね、この話の順番としては先にこの差し押さえの話をしといて、で俺も差し押さえ来てもうたっていうところが面白かったのに、その順番間違えたという驚きも、これもう編集できないんですよ、これ。まあできないですね、うん、結構後悔するの、こういうのがいつも ありますね。そうやそうや、これさっき言うてもってたんや、あと後で言うたら分かったんやみたいな、こういうの。だからこういうのはもうね、練習した方がいいんですよ。事前にだから撮る前に喋ろうよっつってんじゃん。そしたらいいからいいからって言ってから全部押しちゃうんじゃん。でも例えばこの撮る前に今日俺差し押さえの話するでみたいな、あんまり驚かなかったのよ本番。うん、まあそうですね。生の今の二人の反応がちょっと良かったから。うん、でじゃあまあ実際僕にもね差し押さえが来たわけですよ。アコムの長作ひろみと差し押さえと。そうそう。僕もアコムの。アコム、僕前から言ってますけど、アコムに僕はお金を借りてるんじゃない、うん、長作ひろみに借りてると僕はずっと言い続けてる。ね、長作ひろみあくまで長作ひろみに借りてるから、次も借りに行くし、すげー、次も長作、昔は宇宙人から借りてます。昔宇宙人にね、いましたね。はそういう風に考えればね、明るいかなと。ただちょっと今回は僕にもまさかね、差し押さえが来るとは思わなかった。ね、女性2人を養ってるっていう形になるんですよね。そうですね、あの長崎博文と差し押さえと、すごいことになってますよ。でもちょっとこれはとりあえず区役所に行こうと思って。いや、まずはそうでしょ。で、午前中から行ってきました。お、通気がもう聞けるんですね、これは。はい、行ってきました。どういう塩梅になったんですか。これもっと話のあれやな、ね、むちゃくちゃなやつやったら区役所の話から始まるかもしれない。いや、まあまあ、ね、うん、区役所の話からでこういうのを考えてしまうんですよね。うんうんうん、まあ、続きを語りますけど、今区役所に行ったらね、うん、こっついあの遮蔽された部屋みたいに連れて行かれる。うん、なんかこのパネルとアコーディオンカーテンで完璧に仕切られた部屋に連れて行かれる。でガンって連れて行かれんねんって。でもちょっとお待ちくださいと、ここで。うん、で待ってたんやけど、なかなか担当者が来へんから。隣のプレッシャーっすね。そうそう、隣にも同じ部屋があるんだけど、隣でめっちゃジジイが揉めてて。こんなの、どうやって月に5万も払うんだよって。でも、いや、すいません、66万円、もう、本当は納めていただかなきゃいけないから、すぐにでも払っていただきたいと。
はあ、でもそれがまあ難しいから月に5万も無理ですかって払えるわけがねえよ1万円にしろ言うてめっちゃ揉めてんの、うん、無理やんかもっと上手がねいるわけだから5万円のとこ1万円にしろって 無理です無理やからそんなもう勉強してくれへんからそんなうん横でえらい揉めてて、はい、僕のとこに担当の人が来たんですけど朝上がりですよね、はいうん、こっち綺麗な女の人やって担当がでうわ綺麗な人やなと思って差し押さえかもしれない差し押さえ当人かもしれない当人ねこんな綺麗な人やったんや差し押さえが来て、ねうんまあ、差し押さえですよ、まあ、でもうそうなっちゃうこのなんか書類いっぱい出してきて、うん、まずいきなり19万5000円ですよね、うん、まずもうねあまりにも僕にもう愚問すぎると思ったのは、うん、いきなりも差し押さえが僕に、うん、あじゃあ今日一括で払っていただけるんですねといやいや払えないから相談に来てるわけですから、うんうん、いや一括は無理ですって言ったらあそしたらですねカチャカチャってもうあの感情全然ないの、うん、カチャカチャと計算し始めて、うんはい、じゃあ、月々で言うと1万4000円ですねおじゃあ1万4000円お願いします結構妥当なラインじゃないですかでも言われたんですけど、うん、あのいやちょっと厳しいですかって言うから、うん、いや厳しいから払えてないわけですか、うん、今、うん、でいやこれあの例えばじゃ差し押さえされるとしたらどうなるんですかって聞いたら、うんうん、銀行に、うん、残ってるお金は、うん、全てを1回で全部は引き抜きませんと、うん、ある程度ちょっと残して上で引き抜くとでそれも一応その19万5000円の分は絶対何ヶ月かかけて引き抜かれるんだけどもお金がその銀行にない場合は、うん、でも生命保険とかそっちからも差し押さえされるとお金がでも生命保険うちの実家でかけてるみたいなんですけどそっちにも迷惑がね私かかってしまうわけですよね、うんでまあちょっといろいろこう迫られ選択肢を迫られまして、うん、結局じゃあ12月の31、うん、からとりあえず払ってくれと、ほう1万4000円ずつ、うんうん、これもう十何回以上なんですけど、でしかも延滞金っていうのが発生してて、まあそうでしょうね。もともと16万いくらだったのがですね、延滞金が3万ぐらいついてるんですよ。うん今まで DM して続けた結果ですね。続けた結果ですね。これ僕ね、まあ僕こんだけちょっと今日の出来事なんでちょっとテンションが低いのはしょうがないんですけど。いやもう武将髭ですよね。憔悴しきってますよね。それ差し押さえしなかった。ここはね、もうあなた方はその辺はどうやって免れてるのかな。いや、だって確定申告してないですか。なんで黙んねん。いうことです。確定申告って何って言ってます。なんで確定申告すれば免除になるんじゃないの。普通に。もっと深刻だから、ね。うん。いや深刻な人ほどした方がいいですよ。ええ。年金関係とかも、うん、免除というかそういう連絡行くっていうか。来ました来ました。年金関係とか行きましたけど、区民税に関しては、うん、何もしてなかったんですよ。その辺聞いてきたんですか。いや何も聞いてこないですね。それ絶対聞いてほしいですよ。差し押さえさんに、まあ、すっげえ真面目なこと言って申し訳ないですけど最後の最後で。あなたはどう区民税とか払ってないですよ。払ってないっていうか多分免除になってます。それなぜ免除になるんですか。いや収入が一定ラインまで達してないんでそれで多分免除になってんじゃないかなと思うんですけど。あもうただあなたの場合、ええ、あれでしょ、なんですか、そのギャラとか結構手渡しの方が多いじゃないですか。ああ、それはね、まあその辺はどうなんですかね。僕なんかうん、バイト先のあれでも全部情報がいってしまうんですよ。うん、はいはいはい。バイト先の給料から。うんうん、ですからバレバレなんですよ。こんだけ収入があるっていうのは。ええ。しかもギリギリ僕年間なんか税金払わなあかんギリギリの払わなあかんとこに来てる。ギリギリで。あ、そうなんですか。ええ、もう来てるの。もうでそれはもうそんなもんしょうがないんですよ、うん。今何やったっけ103万かなんか。そんなもんバイトで言うたら月に今大体8万ぐらいだけど、もうそんなもん無理やんか。あもう終わっちゃいます。じゃあ続きはまた。
しそう。